箱がある。例えば箱に僕らがいる。もしもこの箱が世界だったら、もしもこの箱が全てだったら、この箱の中でうごめく虫けら、ビクビクしながら動く虫けら。例えばそれが僕らだったら、例えばそれが君らだったら、こんなちっぽけな箱の中で、こんな狭い世界の中で、心を隠し合う、体を尽くし合う、汚い汁を出し合うんだ。この隅で誰かが冷たくなるんだ。こんな小さな箱の中で、こんな小さな世界の中で、どうして趣味が必要なの、どうして消化が必要なの、誰の基準で、誰の判断で、僕らの最後を選ばなきゃ。神様いるなら蓋を開けて、神様お願いでお差し伸べて、例えばこの箱の穴がいくつかあったら、例えばこの箱に住んだ酸素があったら、僕はまだ生きられたのかもしれない。母さんを泣かせなかったかもしれない。心が痛いから、体が痛いから、僕は箱の隅で静かに食べるんだ。命の火を消したくなるんだ。桜の花たちにすがられず、信じを無理に切ることもできず、誰かにそっと箱から出してもらって、そんな僕の抜き殻を土に返してくれたらいいな。例えばその箱が幻だったら、例えばその箱が偽物だったら、きっと綺麗な蝶で飛び回っていたんだろうな。